はい、現在ですね、高額所得の、中小企業経営者の方向けにですね、在職老齢年金対策のご支援をしております。60歳以上の経営者の方で、報酬が高いので、在職老齢年金の規定に引っかかってしまって、老齢厚生年金が受け取れないと、こういう方がとても多いわけですけれども、実はその役員報酬をね、引き下げなくても、年収を下げなくてもですね、老齢厚生年金を受け取っていただくという方法がございます。役員報酬最適化という手法なんですけれども、ご関心がございましたらお問い合わせください。